はい、どうもです。皆さん、ゲームを作るときに必要なものって何でしょうか？優秀なゲームプログラマーでしょうか？かっこいいゲームデザイナーでしょうか？すべてをまとめるチームリーダーでしょうか？違いますよ。愛情です。愛なんですよ。ゲーム、 GAME と書いてゲーム、このうちの A に当たるのは愛の A です。本日ノーズ、こちらね、ダークソウルが好きすぎてダークソウルの開発会社に応募したんですが落ちてしまって、ただダークソウルへの愛がたまらず冷めきらず、6年かけてたった一人で作ったソウルライクスゲーム、行きましょう。ノース、さあ行きましょうか。で、前回ね、あっちの花毛の神殿にある守護エゲレアというねボスを倒しました。さらにそこにいたねナイトも倒したんで、今あるこのかっこいい剣ですね、めちゃくちゃかっこいい剣をねナイトから略奪したので、これなんて武器だっけ、この片平剣士の直剣、これめちゃくちゃ強いね、121あるんだよね。これをまあ奪い取ったのでかなり装備強いのかなと。で、今回ね、こっち側ですね、今向こうのね花毛の神殿右側に行ったので、ここは左側に行って、この天狗要塞みたいな子が陥落させたいんだよな。さあ、これが多分ね天狗たちの拠点だと思うんだよ。ただ若干これ問題が実はありまして、ここのね正規ルートっぽいとこから行こうとすると道がないんですよ。で、ここね僕何回か裏でジャンプしてね行こうとしたんだけど、ダッシュジャンプしても絶対届かなくて落ちちゃうんですね。かといって、そのね、下の方にジャンプして着地できるかって言われたらできなくて、まあ、一回死んだ方が早いか。まさに見せましょう。ジャンプ出して、いけなくて、下にもいけないと。で、こう落ちて、こう埋もれちゃうと。ただ、下の方に階段っぽいのがあるので、ちょっと戻って、拠点の方から行ってみよう、敵の。よくできてるよな、こういうところのグラフィックとか。普通にね、僕はこれダークソウルって言われても、全然。まあ、全然ではないか。まあ、ダークソウルって言われたらまあ困るな。ねえ、テーマが花だからね、ノーズなんで。あ、なんか遊び対戦51してますね。あミスった。なんだろうこれ。あ、クレイモア、めちゃくちゃいい。なんかマジで本格的な装備きたな。あ、クレイモアの方が強いですね。これめちゃくちゃ苦労してさ、倒したんだけど、あいつ。ちょっと、遊び大全を、しばき、行きましょうか。いいね、振りが速いから強いよ、クレモア。かなり強い、かなり、かなり強い。ただ若干、スタミナが、あ、狭いと、厄介だな。あ、動かないか。ってことは、ショートカットがまだ起動しないって意味だよな、これ。あ？いや、行った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 。あれ、上がるやん。どういうこっちゃ。なんかいますね、 NPC かな。こんにちは。ウィースウィース、ハイヒングのリベラ、はは、武器屋がいるんだ、ショップがいるんだね。なるほどなるほど、話してみようか。汚ね沼、ヘドが出そうだろ。何も考えずに突っ込むのはやめときな。何事にも順序ってのがあるんだ。あー、なんか怪しいね。多分今のさ、まだこっち、ヘド沼、行かないって意味だよね、きっと。内容的には。順序あるから。ってことは、こっちは先進む感じか。じゃ先に、上見てみようか。さあ、こんにちは。宝箱はある。タワーシールド、なんかいいの来たね。めっちゃ装備入るじゃん。物理化というと 100% か。これ強いな。あ、重くてパリできず、持ち歩くのは向いてない。あー、じゃあ緊急装備って感じだと思ってみようか。うわっはっはっは。確かに。お、何したんだこれ。こいつら何これ。なんで日焼け、でも日焼けできないぞこれ。寝てんのか、お前。敵前で何寝とるんじゃ、バカどもが。バカか、目開けてるしな。片手でこのサイズのさ、シールドを平気で持ってるのは若干なんか違和感があるんですが、違和感を感じますね、これ。宝箱あるね。見てみようか。よいしょ。ラージクラブ、めっちゃ武器手に入るじゃん。使うしかない、さすがに。装備できねえ。185？ めっちゃ強いじゃん、これ。筋力レベル12必要。あー、俺あん負けてねえわ、筋力。マジか。あー、なるほどね。ここでやっと筋力の伏線出んのね。そうか、筋力全然上げてねえからな。体力とスタミナに振っちゃってるから、若干ミスりましたね。こいつだ。こいつを多分助ける必要があるんだよな、鍵で。B 使用しました。
これがあれかな、なんか道作ってくれるのかな。もう一回閉めるか。あ、落ちてくれた。これで閉じ込めるのは無理か。話してみようか。鍵を開けてくれたのはあなたね。あー、じゃあこいつ一応味方なんだね、この感じだと。ノーザリア、お礼したいけど全部持っていかれちゃったわ。盗賊みたいな感じか。次やったことでいいかしら。いいもの見る目あるのかよ。あー、じゃあ何かこいつもね、ストーリーに役立ちそうだね。あー、女助けてもいけねえじゃん、この先。これどうなってんだこれ。え、じゃあ結局沼地行くのが正解なんかな。だったら女助けるフラグはねえ、なんか女助けて私身軽なのよみたいな感じじゃねえのかな。行ったんだよな、この先も全部行ったし。いや、これよくできてるなマジで。ちょっと感服するわ。よく 3D モデリングでこんな迷う仕掛け作ったわ。迷宮チックな。これ行ってもね、戻っちゃうんだよね。なんかさっき言った奥まで行っても結局日向ぼっこしてるとこ戻っちゃうので、あいつらが一周回ってるようになってんだよな。飛び込める次元じゃないんだよな。かといってこれ登れるわけじゃないからさ、あの木に着手もできないんだよね。木を伝っていくのはもちろんわかるんだけど、どう転んでも多分ここジャンプで届く、この距離無理じゃねえかな。まあ無理だよね。まあそうだよね。スーッと死んだカエルみたいに死にましたね。じゃあちょっとヘド沼行ってみる。ヘド沼この辺りを探索していきましょうか。あ、ダメージ受けるんだ。かといって走り抜けらんねえしな。あー、これむずいむずい。いや、これ結構むずい、結構むずいこれ。いや、強え強え強え、こいつら普通に強えぞこれ。で、装備できるようになるんじゃない。来た、ラージクラブ。ついに来たね、ダークソウルっぽい武器が。ラージクラブめちゃくちゃいいねこれ。おい、夜だ。やばいやばいやばい、いやいや、やばい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 、やばい、きっつきっつきっつ。なんだこれ。あ、だ、動けない動けない動けない。なんだこれ。これちょっとエストで走り抜けたい。あー、ボスっぽいやつ、ボスっぽい幕がある。ここでか、ここでか。これはちょっと、まあ行きますけどね。どんなボス？え、ヘドロマップで試合になるじゃん。こいつか？不潔な巨像。やばそうやばそう。ほら、ためで別行きたい。ほら。いやー強い！ダメージ 614！ これ、なんだこれ、マップが悪すぎる。こいつはちょっとやべえぞこれ。あ、これだから、あ、絶対あるわこのダメージ消すやつ、床の。ちょっと話になんねん。無理無理無理、ここありえねえ硬さが。これはやべえ、これはやべえ、これやべえ。ノーズ本気出してきた。物資系だけ抜きつつ、あ、ただこっち側まあいけませんよね、多分倒すまでですよね。ここでうまくやるしかないか。うわ強いよこいつ。ダメだこれ。これか、ヘド絡みの指輪、これをつければまあ、だよな。ああ、なるほど。じゃあ、これ、正規ルートだったんだ、こいつが。なるほど、なるほど、なるほど。もう、行こうか、じゃあ。問題ねえよ。さあ、やろうか。不潔な巨像。これでもさ、614ってやばいぞ、ダメージの入りの弱さ。あ、ただ、あ、両足に判定あるな、これ。あー、そういう感じのボスか？転ばせるみたいな感じか？かっこれ最、ああ、そういう動きあるんだ。ほぼこれ最強武器よ、現状のこのなんちゃらクラブ。ほいと。ただちょっとあれが多いな、隙がでかすぎるから。ワンチャンスピアとかのいいか。
あ、スピアの方がいいかもしれないな。攻撃早いし、身軽に攻撃できるから、そのあたりのうまく隙を減らせる。リンクでしょ、多分。タックルと、うわー、タックル暴れ攻撃持ってんのこれ。でも硬すぎるなこいつ。いや、硬すぎるな。ちょっといくらなんでも硬い硬い。でもあれは武器強化してねえからかもしんねえ。通らんすぎる攻撃が。うはー、これはちょっと武器強化するか。強化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 。おっしゃ、260ありゃもうね、ゾウさんしばけるでしょう。さすがに。さあ、何も入る。うわー、でもあんま変わんねえか。いえ、ダメでそれか。あ、だからノーマル攻撃が500まで入れば、うまくスタミナを残しながら。おー、そのバックスって怖い、そのバックスって怖い、そのバックスって怖い。ローリング来る。ちょっとこれタメがさ入るんじゃねえ毎回。うはー、あー、ムカつくなこのゲーム。いや、つえ、これつえ、マジで甘えない方がいいわ。うわ、カーブするわ。ローリングもこれ強いぞ。これローリングは後ろを回って、1、2、3と。あ、その攻撃初めてだな。うわー、うわすげえこいつ。てか相性悪いかこれクラブと。全部ヒット&アウェイで。半分も削れねえこいつ。なーにこれ。うえあえ、何の判定してんのそれ。うわ、半分も削れない。やっべ、あー、捕まっちゃ。もう出てくんなよ、もうこいつら。行かせろ、ノーダメージで俺にボスまで。はあ、これが地味にきちいな、ボス行くまでのこの空間が。逆にもっと身軽な装備にするか。骨、骨でやる、気痩せする。もうこれで行くか。気痩せするかなんなら。いいね、こっちの方がいいじゃん、これ。もうこれで行こうよ、これで、骨で。ねえ。これなら相当さ、もう身軽よ。おい、おい、おい、これでいくわ。いいよ、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 骨いい、骨いい、骨いい。骨早い、早い、早い、ことが早い、ことが早い、ことが早い。それでいこう、それでいこう、それでいこう、それでいこう。それでいこう、それで、これ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 。答えは、骨装備にあった。ケツ、一発でいい。これすごい、これ角度やばすぎ。あー、焦ったら絶対負ける。焦ったら負けるし、飲まれても負ける。いた、ナイスナイスナイス。やっぱ弾あるんだな。こいつバカだ、これ作ったやつ。これやべえ、なんだよこの技。なんであれロックオン瞬時に外せってこと。これまずい距離だな。あ、そのローリングいい、そのローリングいい。1回入る、多分2回入る。お前と向き合いたくない。何そのカメラ、何そのカメラ、やばい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 。うわー、うわー。もっと欲張らず行く必要あるな。ちょっと欲張らずに行こう。丁寧に。
こは2回 OK。 1、これでいこう。マジで欲張らずにいこう。ここはフルセット決めて、多分6発ぐらいこう入るんだよな。もう1発入るんだけど OK。 でもう引こう、でもう引こう。でしかロックオンを右足に決めたい。このまま1発いけるんだけど我慢する。ここも我慢。もう1回ステップする。2回ステップだよね。 OK。 ここはもう詰めて、ここ3回かな。4回だけど若干ラがついたんで3引きでいい。で1ステップは2回切れる。 OK。 後ろ蹴りか OK。 この次の乱数は、あー2回ステップね。離れすぎ、1回離れよう。一旦距離保って広げたい。ローリングアルファしてくる。ここ2回ぐらい入りそうだな。無理しない。ステップは2回。あ、その4回するか。ローリングしてくる。ロイサイドロックを1、2。これは1回で押さえとこう。いや2回いけるな。基本欲張らず、ただ狙うとこ狙っていく。ステップは2回。それうまい、それうまい、それうまい。1、2。これはフルセット4入る。サイドステップは2回。 OK。 うんちぶりぶりは1回かな。でサイドステップ来て、これ2回。若干ポジ悪いんで右に回避したい。でうんぶりすぐ1回。 OK。 ローリングいいよ。ローリングは4回入る。2、3。 OK。 さあノックダウンもう1回決めて、ここも6回最速で決めていこうか。3、4と。で1、2と。ですが右足ロックで、そこは2回入る。次は前後ろゲースラスするでいい。次何来る。2回ステップ。狭いな。一旦引こう、一旦引こう。とここは全然全然全然、一旦敷き直す。いいよ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 。ローリングいいよ。ローリングしてくれたら、じゃあここはまあ2回かな。まあローリング、これいったかも。いやまだいけないな。次でいこう。最悪無理しない。2、3、4。勝った。うわー強すぎ。いやー強えこいつ。2時間半かかった。ラストノーダメージ。やーべえよこいつ。なーにこれ。結局こうなるんだな、こういう系のボスって。勝つならノーダメージだし、負けるならフルに使っても負けるっていう。やーべえよこいつマジで。はあ、もはや最後実況してなかったな。